皆さんはアパートとマンションの違いってわかるかい？今調べてみたけんども、そんな特に明確な違いはないらしいんだが、ドクドクは大食いファイターから昇進しました。何になったの？一流シェフ。おお、すごいな。しかしドクドクが作った料理はあまり食べたくない。自分の体の肉片とか落ちてるよ。よく大食いファイターから一流シェフになれたね。やっぱりあれか、やっぱりそうだね、好きなものはもうとことん極めるとうんあんってなるってことね。そうしたらクエストやんべよね。あ、ごきげんよう、私ですね。でもここら辺になってくると難しいクエストばっかだね、多分ね。敵が強くなっている。これやるがサーカスに降る雪。これやると新しいアジンのモンスターが出てくんべ。よし、救出するのだ。その新しいアジンは見たいね。説明文から察するに雪女だべ。いいえ、ゲドウ大サーカスが接近中です。ゲドウ、まさにゲドウ。このモンスターを捕まえて見せしめにしようと、私が貴様らを逆に捕まえて見せしめにしてやる。こうやってさ、いやー、にゃんこたちは強いね。よいしょー。こうやってね、階段付近で分断してやれば楽勝。ゲドウ大サーカスが全滅。ゲドウどもは全滅して当然。モンスターユキンドが来るようになった。ユキンド、いいね。早く来て。もうこの子たち家賃滞納してしょうがないの。追い出します。お、ダンが成長しました。ダン、田舎の血を継ぐダンが工事現場の主任。成人になって早々いい仕事に就いたね。これなら一人で生きていけるべね。このモンスターの中では、モンスターの世界では早く独り立ちするんだよ、子供らはね。追い出します。お疲れです。ユキンド来た。サム娘、おー、いいじゃないの。売れっ子画家、これは多分強いんじゃないか。 AI 積んでいいよ。ちょうどよく追い出してたからね。いいね、サム娘。ユキンドいいべ。やっぱ雪女だね。あ、オスってこんなんなの。オスはかわいそうだ。遠距離魔法攻撃、雪深い山奥でしばしば目撃されるらしい。強力な霊気魔法攻撃が魅力。暑いとすぐ病気になるか。男子が生まれるとみんなため息をつく。ああ、またこれかっつって。なんで男ってブサイクなのかしら。女の子はこんなにも可愛いのに。ビッグフットみたいだね。たっぷり万年雪、これか。ちょっと根が張る。でもやっとこね。今度からメゾンド雪国になります。真相回転ありがとうございます。メゾンの猫カフェはね、あんまり猫ちゃんたちが家賃払ってくれないから滞納してばっかで。先日店の登録を抹消いたしまして、ありがとうございました。ユキンドは金かかるね。金かかる分あれだよね、
強いってことだべ。ねえ、その強さに期待しよう。よっしゃ、ユキ。お、いいな、ユキ。名前がいいね。やっぱりこう、雪女だからには、ユキ、陶芸家。いいよ、ユキ。この魔王の嫁にしてやろうか。オスとメスの姿が違いすぎて、もうなんだかかわいそう。あんまりオスが生まれても、ため息つかないでやっておくれよ。ねえ。このメゾンド魔王は、どんなモンスターも大歓迎でございます。とっても満足でゲス。喋り方までそんなになっちゃって。絶対笑い方もグヒヒヒヒだよ。よし、じゃあ次のクエスト行こうね。この新体制で。リリーのためにこれがキークエだべ、多分。これをどんどんやっていったら、4階建てにやれるはず。よいしょーい。リリーのために。これで多分いけるはず。下の階の皆さんは飼育員の皆さんで、2階がメゾンド猫カフェで、3階がメゾンド雪国。雪国。よし、行くぞ、が来た。富尾。何人来るの？これでもね、こうやって一つ一つ分断して戦うことを覚えました。こうやればね、敵の遠距離とか近距離とか気にせずやれるね。強え。こいつは強いよ。愛の戦士富尾が全滅。お疲れです。はい、ちょっと休んでね。こんな遊びに行くとかしないで。門限午後の4時だからね、それまでに帰っといて。4時過ぎると魔王心配するからね。え、あのモンスター、どっか道端で勇者に倒されたんじゃないかとか気にするから。よし、雪んど出動。そして階段のところで一人一人やろうとしたけど、タイミングが合わなかった。猫ちゃん頑張れ。おっと、危ね。いやーん、毒眼像。叫んだのもなんか久しぶりな気がする。お疲れです。王女ファンクラブが全滅。いや、雪んど強いね、やっぱりね。こう、ソンソンって、攻撃の感覚も、遅くはない、悪くはないよ。これは最強。この婦人最強。ねえ、いつの間にかいなくなってる住人もいるけど、ドン判断尺が接近中。どんな判断だ？そうしたら、これも分断する？いや、最前線で食い止めるか。よいしょ、危ないよ。このね、後ろの段がもう強くて強くて、馬がね、やっぱこう、世代交代を繰り返していくと強くなるんだね。雪んど強い。さすがやけんど。そして勇者が帰っていったら、早速愛を語ろうと。いいよ、愛を語っていいんだよ。どんどん愛を語って。そんなんで魔王を嫉妬しないから。魔王、一人でも泣かない。ジロ耳に恋人ができました。いいよ、何できたの？無職か。お前また無職か。切り裂きのジェイと無職のカップルはとてもじゃないが家賃には期待できる。無職な。恋人ができた
ていうことになったら無職無視できないからな。往生を求める証人が接近中です。無職はだったら大いに働いてもらうぞ。この魔王のマンションの管理人とかどうだい。マンションちょっと隠居するから。おー、なにこれ、新たな敵が出てくるね。こう上と下で分断するか。このまま行くか。お、ユキンド大丈夫か。ユキンド、おトルネコがちょっと札束投げてくるよ。ちょっと魔王に投げて、それ私に投げて。クエスト完了。王女を求める証人が全滅。札束投げられたら私はむしろ回復するよ。いや強いな、一人の犠牲者も出さずね。多分そうだったはず。よし、続いてどんどんとキークへやっていくか。白百合騎士団進軍。お、ついに王女リリーが来るか。よし、いいよ、準備は万端。魔王シャワーを浴びる。え、あ、ちょっと待って、今魔王シャワー浴びてるから。ちょっと2時間ぐらいの仮眠でちょっと嫌な汗をかいたから、悪い夢見たから。雪は陶芸家から昇進。ちょっと待ってね、後で祝ってあげるから。ロイヤルパレードプレゼント、よいしょ。ちょっと待ってね、このゾンビたちと。わあ強いな砲台、ちょっと貫通する。その周囲を、あん、子供たち逃げて。オッケーです。おう、びっくり。お前今ダンがもうバーンって出てきたな。派手な登場しやがって。でもダンだからいいかな。ダンはもう言いにくい。なんでそんな名前つけちゃったんだろうね。なんか今の現代社会でいうミカエルとかラファエルとか、そういうキラキラネームみたいなね。ボス、お、これが王女リリーか。よし、猫ちゃん行け。あ、ちょっとやっぱ強い、ちょっと強いね王女リリー。オッケー、あと一人。ユキンド逃げて。ちょっと防御力は心もとないから。クエスト完了。白きユリの王女が全滅。 OK です。いや、これは強い、この夫人は強いよ。魔王英会話を習うね。このメゾンド魔王の近くに英会話教室ができたからね。駅前じゃないのにね。お、独特に恋人ができました。いや、独特、やっとだね。やっとあんた嫁持ってきて。やっぱり一流シェフってのがモテるんだね。大食いファイターはそらモテんわ。大食いしてるだけだから。やっぱりね、料理できる男子ってのはモテるよね。オリーブオイルなんかバッサー使っちゃってさ。あ、今魔王クエスト貼りますよ。今魔王がね。そして何のクエストやればいいかっつって、やっぱこれだべ。来たれ最強の魔導士、これをやれば建物を増築できる。さすが難易度がもう半端ねえ。星5つです。大丈夫よね、この夫人で。ちょっと今回は一人の犠牲者も出さず、やりたいが、まあ犠牲者は出るだべな。オッケー、読みの乙女たちが接近中です。うん、どうすんべね。
もうゾンビたちで迎え撃て。こんだけゾンビいたらね、とりあえずこれはゾンビたちだけで大丈夫だと。あーでも強いな、後ろの魔法使い強い。危ない危ない、ああ危なかったね。まだ大丈夫、もうお得限界はもう限界だったんだな。まだいる？いない？ OK？ OK！忠実なる妻女が接近中です。王女リリーの妻女だね。よし、次は何人だ？ユキンド行くか。お、出た巨人。これ妻女？まあ随分とたくましい妻女で。よし、分断してさ、あ、分断できなかった。オッケー、頑張れ猫ちゃんたち。後ろからユキンドもサポートするぜ。よし、とっかえひっかえだ。ユキンド強いね、やっぱりね。オッケー、猫カフェから方向転換してよかった。雪国だからもう私の故郷だからね、私のフィールド雪国はね。みんな気抜きすぎじゃないかい、次がボス戦だっていうのに。愛を語るのもいいけど、ほら来たよ、みんな戦闘準備。王女と魔導士が接近中。最強の魔導士でしょ、ちょっと先陣切って。 OK でーす。ギバプスがちょっとね、新人には荷が重かったかな。よし、OK、うまいこと分断できてねえ、一人一人やればもう怖いもんなし。どんだけなのそのこの魔導士。おお、貫通するな。ちょっと待って待ってよ。 OK、 潮がいいって誰だったっけ。とにかくクエスト完了、建物を増築できるようになった。やっとだね、やっと4階建てにできるよ。あーでもね、一人の犠牲者も出したくなかったけど、これはしょうがない。今好感度はどうなってんの。アジンは魔王を愛してる、アンデッドも魔王を超ラブ、魔族は魔王をガン無視。魔族全然やってないもんね。でもいいもん、アニマルとかアジンとかと仲良くしてるから。よし親方、やっちまってくれ。4階建てに、馬お疲れ、仕事から帰ってくる頃にはできてるよ。時間かかるね、やっぱりね。4階建ては、おお、すげえ。おほお、これはいいね、高級マンションになったよ。やっと4階建てになったよ魔王。増築、これ以上は無理か。そうかそうか、じゃあもうこれで世界征服いけるべ。あの以前のあの勇者も、伝説の勇者も倒せるはずだ、みんなの力合わせたらね。よし、こっから本格的に世界征服狙っていくぜ。